香港チャンネル。中国政府による、はい、ウイグル人の弾圧、はい、いわゆるジェノサイドと今呼ばれてますが、はい、でここに来てあの、ね、先月というか1月にアメリカ政府ポンペオさんが認定すると言いまして、はい、で2月に入ってからカナダやオランダも議会でジェノサイドと認定するというので、はい、結構もう中国に対して世界が非難しているという状況なんですが、そのジェノサイドって大量虐殺の少民族の、はい、民族浄化って、まあね、1936年のベルリンオリンピックは、うん、それをね、ひた隠しにしてた、はい、ドイツがナチスがオリンピックを開催したって、はい、でそこからアメリカが騙されたってね、うん、いうことがあったっていうのは聞きましたけども、うん、やっぱりそのまあね、こんなん言うていいのか悪いのか、ホロコーストと、はい、あ、まあ、収容所みたいなね、アウシュビッツの、だからそういう施設もね、うん、衛星写真で出てるし、うん、でその C 国側のね、はい、あの言い分はそんなんはでっち上げやと、はい、デマだとね、で、はい、そこの人口も増えてるとか、はい、GDP が上がってるって言ったんかな、うん、だからそれは GDP 上がるでしょって、人口が減ってねえから、はいはい、そのでも漢人が入ってきてるからっていうのはあるんじゃないですか、うん、漢人が入ってきてるんで、はい、そのね、あの私この本読ませてもらいました、はい、命がけの証言ね、はい、あのだからこの将来の一番怖い、まあ、今現にあるこういうことを東トルキスタン人の方とか、はい、カザフ人の方とかが囚、はい、われて、そういう収容所に入れられてるっていうことがこうこの本に描かれてるんですけども、はい、もう何とも言えない、うん、もう本当に残虐な残虐で、これ我が身に降りかかったらどうすんのかと、はい、でもそのねご両親とか兄弟が、人質に取られたりね、そうそう、はい、になってて、で自分が帰らないと身内、ね、連絡があるんですよね、はい、自分が働いてるとこにあったりとか、うん、ホテルに電話があって、はい、んで帰ったらその方が、うん、もうそのまま消息不明になったとかいうね、はい、内容のことを書かれてましたけども、いや本当にこれに関して日本政府が、うん、声明出してないや、出してないですね、うん、この前国連の人権委員会みたいなのが、はい、茂木大臣が、はい、あの懸念を表明するとは言ったんですけど、はい、そんなもういつも言ってることでジェノサイドとはもう一切言及しなかったと。で先ほどね、あのね国会の、上がってたんが、はい、立憲民主の松原議員が、はい、それを茂木大臣に当ててて、はい、しかも立憲の松原議員も仁さん、はい、松原仁議員が、はい、あのジェノサイドのことについて、はい、追及してて、はい、ほんで茂木さんはそのことに対して、はっきり言って眠たいこと言ってたな、うん、のらりくらりみたいな、のらりくらりっていうか、まあそれはって、まあ、世界と協調していかなあかん、ね、いや協調もクソもあれへんと、ほんでね このね本読んだ時にね思って、うん、日本の憲法の全文に、はい、書いてるじゃないですか、はいはい、ね、そのことを読んだ時にびっくりこいで、はいはいはい、日本はやっぱりそういうのはあのしっかり言うていかなあかんと、我らは平和を維持し、うん、先制と霊獣、圧迫と、はい、辺境を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う、我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から逃れ平和のうちに生存する権利を有することを確認する、我らはいずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信じる。
日本国民は国家の名誉にかけて全力を挙げて崇高な理想と目的を達成することを誓うと、はい、このことを全部に書かれてんねんから、はいはい、やっぱり言うていかんとね、もう憲法違反になるってことですよ。そうでしょ、はい、だこういうことをね、人権派のね、うん、あの議員とか、はい、えー、野党とか特にね、人権言うてるところも、そうそうそう、ほんで、うん、あのジャーナリストの方、はい、あのよう朝出てるね、はい、方々とかこういうことを全く言わない、ほんで、うん、そして、スルーするっていうね、はい、あのなんでかって言ったら、あね、もう簡単に言わしてもうたら、そのね、局も、新聞社とかも何かって言ったら、うん、北京に支局あるよ、はい、うん、ビザを取られたりとかって、うん、そこのことを考えろよって、はい、まあ、確かにそうやけども、うん、そういうことを現に目の当たりに聞いたことございますから、ある人が、うん、そういうことをやってたら、はい、お前らな、ええかげんせえよと、うん、なお前ら何も考えてないの、その北京におるな支局のことも考えろ、はいはい、でその方は何を言うたかって言ったら、はい、ビザを取り上げられるっていうのもあるけども、はいはいはい、ニュースがもらえない、うん、はいはい、素材とか取材をさせてもらえないっていうね、うん、はい、っていうことを考えろ、いや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 、本末転倒やん、うん、その取材をさせてもらえないって、うん、いや、ほんまのことを取材させてもらうのやったら、うん、そら考えますわって、はいはい、いや、でもそこでも人道的には考えてもあかんやん、うん、本来、はい、やっぱりこういうことあって、うん、ね、5年間で不妊治療が女性5倍って、はい、19倍か、はい、あ、門田さんがね、はい、言うてはったけども、はい、そしてこの中にもいろんな証言もあって、はい、現にあんのにそれをなんでかな、そのほんで C 国側に対しては、はい、メディアはこういうのは嘘だったとか言うね、はいはい、そういうのは取り上げる、そう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 、はい、だからそういうのはね、やっぱり、うん、ここが偏ってる変更であって、うん、でこのことに関してね、アメリカの、バイデン大統領および、はい、特にね、胸くそ悪いのが、はい、副大統領のカマラ・ハリスさん、はい、あの人は人権派なんですよ、はい、一切言え言ってないですね、うん、はい、内向きなね、国内 の、はい、そのマイノリティとかそういう、うん、そうそう、うん、黒人差別に対してはぶわー言うけども、はい、うん、はい、一切言えへん、なんやねんと、はいはい、ほんででもね、これ言うよないよ、うん、本当に、はい、これ世界がおかしなるっていうのは、うん、なんでかって言ったらね、来年東京オリンピックはどこでやんねんと、はい、ほんならそこにはね、各国、うん、ヨーロッパなんか特に、はい、北欧、まあ東京オリンピックって言うたらヨーロッパと、ね、北アメリカが、参加すんねんから、はいはい、これせえへんよなりね、うん、だから中国はそれでもうむちゃくちゃ今焦ってるんじゃないですかっていうか、だからそういうことじゃなくて、うん、ほんまにそのね、しっかり、だってこの本にも書いてるし、うん、私ら番組でやっててね、そのウイグル人の方とかが来て喋りはったんは、うん、はい、ある日突然監視カメラがいっぱいついて、はい、ほんでモスクが潰され、はい、潰されて、そして、自分らの家族住んでる家に、うん、中国の方が2人来て、ずっと住み着いて、うん、監視してるということを、はいはい、現に言うてて、うん、でそれがデマとかね、うん、なんていうの、その陰謀論って言うならば、はいはい、いやいやいや、うん、おかしいでしょって、うん、その人たちがそんなこと言うてね、得するかって、うん、ただ日本もこの本に書かれてたんが、日本もね、気ぃつけなあきませんよと、ね、はい、こう優しい言葉で、うん、来て入ってきて、はい、ほんで経済的な援助とか、うん、一緒にやりましょうって、やりましょうって言って、はい、人口が逆転したら、うん、もう豹変するんでしょ、はいはい、そうなった時に、うん、だからほんまにロケ行って取材もさせてもらったけど、北海道とか、はい、ああいうとこの水源地とか、うん、やっぱりゴルフ場とか、うん、そういう施設とか土地が買われてるっていうのが怖いなと、うん、そうですね、うん、だからこれはやっぱり日本政府としてなんで言えへんかって言うたら、経済的なこともあるって、やっぱりね、うん、
どっかで金なんかね。まあそうでしょうね。とりあえずまあ日本としてはやっぱりこの東京オリンピックもね成功させたいっていうのがあって、それでまた中国のね機嫌損ねたらっていうのもねちょっとあるかもわかんないし。でもね、それと平和の祭典やねんから、はいはい、平和じゃないねんから、はい、んそれやったら東京オリンピックも、うん、ポシャっても仕方がないと思うんで、うん、そうですね、うん、それなれば、うんうん、やっぱりみんなこれだけ新型コロナで命がって言うてんねやったら、うん、ほんなら一番最大切なのないねんと、うん、命でしょって、うん、でもこういうことに対してね、あの元冬樹さんはね、はい、あのブログで書かれてて、はい、森、ねも前会長の、はい、発言とはもう桁違いやと、うんうん、はい、そんなことに声上げてる暇あったらこれやとジェノサイド、はい、お前らってそれ誰も、そうですね、うん、ちょっとネットでニュースになったぐらいで、はい、だからいかに、うん、あの毒されてるかと、うん、いうことを考えていかなあかんという感じはしますけどね、うんうん、だからまあこういう問題っていうのは本当に根深い問題中よりかやっぱり侵略ですからね、うん、過去にそういうことがあってでそういうね反省のもとでね国連とかもできたんちゃう、はい、国連なんかこういうことに対しては機能せえへんから、うんうん、で中国にねなんかもう気使ってるみたいなとこありますもんね、うん、国連とかですね、うん、あの世界の、国際的な機関では、うん、もう WHO もそうやし、うん、あの国連なんか常任理事国に、うん、その C 国が入ってんねんから、うんうん、まあそういうことちゃうかなとか思いますけども、うん、まあ、大変、まあとりあえずあの僕らはこうやって声を上げて、ちょっとでも皆さんの目に引っかかるように、うん、でもだいぶみんな知るようになってくるような、うん、だからジェノサイドっていうのも、うん、もう一つ言葉日本語の方がええんちゃうかな、大量殺戮とか、うん、殺戮とか、はい、集団虐殺とか民族浄化とか、そうそうそう、うん、そういうこと、ほんで、はい、一つね最後に付け加えておきたいのは、ウイグル人は少数民族じゃございませんからね、はい、うん、かなりの人口がおられる、はい、そうですね、2000万人ぐらい、そうです、はい、それがもう、半分近く減ってるんでしょ、うん、はい、うん、東トルキスタン人、はい、でございますので皆さん、そのところを検索して皆さん調べて、できればあの力を貸してあげてください。私らも頑張りますので、それじゃあチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。